はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さん先日ですね、エンマリオデルトデーモンカラメティとかいうなんかぶち壊れモンスターがですね、ご臨終しまして、まあ悲しんでる方もね多いんじゃないかなと思うんですが、このカラミティの次の時代を担う、まあ新しいヒーロー、まあ、ヒーロー、まあ、アンチヒーローかもしんないけど、カラミティの次は、こいつやと言われているモンスター、皆さん、ご存知でしょうか。ご紹介しましょう。DDD、創業王、カリユガ。このモンスターはですね、カラミティって出た時に、なんかその相手も、のカード、このターン、相手をヒードで発動することが発動できないって、まあ、うんこみたいな、効果が、まあ、適用されまして、マジで遊戯王させないっていう効果で有名だったんですけども、まあ、似たような効果を持ってるやつって、まあ、いくつかいるんですよね。この創業カリウガさんの一番の効果ガチでやばいんで、見てください。このカードがエクシー召喚に成功したターン、このカード以外のフィールドのカードの効果は発動できず、無効化されるという。マジで、一切相手に遊戯王をさせる気がない。あまりにも強すぎる効果。これですね。で、このカードの効果は有効なんで、一応3番の効果で、じゃあ2番の効果か。2番の効果で、このカードの素材を1個取り除いて、フィールドの、マジックトラップカードを大荒らしするっていう効果は一応フリーチェーンで、打ってますんで、まあ、要は全部結局カードを発動できずに無効化した上で、大荒らしだけ打つっていう。だから、わらびとかにもめっちゃ強いんですね。このカリウガさん。で、まあ、カラミティは結構、わらびに弱いっていう弱点があったんですけど、カリウガさんはわらびにめっちゃ強いっていう、そういう利点があります。で、カリウガはエクシーズ召喚しないといけないですよね。相手のターンに。相手のターンにエクシーズ召喚するカードって、まあ結構いろいろあるんですけども、今回はまあ最も有名である、このファントムナイツラウンジというカード。これを使っていきます。これはファントムナイツカードであると同時にランクアップマジックでもあって、自分のフィールド上のエクシーズ素材のない闇属性エクシーズモンスター一体を対象に、そいつよりも1個レベル、ランクが高いエクシーズモンスターを、まあ出せますよと。で、エクシーズ召喚扱いなんで、このカリユガの、まあ、効果も適用できますよっていう感じの、まあ、コンボになってるんですけども、この動きをするためにはですね、まあ、何をすればいいかっていう話で、まあ、結構これもともと幻影とかで使われてたり、レッドラプターズとかで使われてることが多かったんですけども、まあ、いろいろその、まあ、展開を精査している中で、まあ、ランク3が成立したらこの動き完成するなって思ったんですよね。はい。ラックさんが今もはや成立するだけで、下流が、相手ターン下流が成立するんですよ。まあ、ちょっとこれをですね、今回は主軸に考えまして、レベル3軸、ビートみたいな感じのデッキにしてますね。まあ、一応、幻影軸っちゃ幻影軸なんだけど、例えば、サイコトラッカー、ウィルダー入ってたりとか、あと、セアミン、緊急テレポートとか、使ってセアミン出してきたりとか、あと、フォクシチューンでレベル3供給したりとか、まあ、ベイゴマックスとか。まあ、適当にそのレベル3でなんか出しやすいモンスターいっぱい入れて、ほんでランク3とりあえず成立させて、ほんでなんかインボーカー、ぶち込んでから、この動きしていこうかなっていう感じ。まあ、そんな感じで、考えてます。で、一応、召喚するモンスターの効果使うこともあるんですけど、一応ベイゴマックスとかから動ければ、勇者とかのギミックも入れられるんで、まあ、こういうギミックも採用してるって感じですね。はい。だから勇者幻影に、なんかレベル3のモンスターがいっぱい入ってるようなイメージですかね。で、積み木したくないカードめっちゃ多いんですよ、このデッキ。装備カードめっちゃ入ってるし、なんかね、あんまり現実的じゃないんですよ、40枚とかにすると。なんか、あまりにもクソみたいな手札になるから。だから、まあ、積み木したくないカード多いプラス、やっぱレベル3をいっぱい入れて、初動の貫通力みたいなのもある程度付与するために60枚にして、誘発と、その初動と、あと積み木したくないカードバランスよく散らして、いい感じの手札になればいいかなと思って、今回はこんな感じで組んでおります。はい。まあ、もうちょっといい構築あるかもしれないですけど、とりあえずは、この最強ムーブ、見せていきましょう。はい。デュエル、スタンバイ、遊戯王を終わらせます。いや、まさかセンチュリオン来る前にカラメティ禁止になると思わなかったんだよな。マジでさ、俺たちにはもうさ、コスモネオスとさ、カリウガしか残されてねえからよ。え、これ反応弱くない？やばい。これちょっと、マジで。セアミンから行くしかないか。セアミン召喚。うわ、なんかあるー、なんかあるー。パン、ノーパンク、セアミンの効果を発動。ちょ、マジでやめて。ちょ、マジでやめて。なにこれ、なにこれ。あ、全然 OK。包囲はとりあえず OK。とりあえず包囲は OK。まあ、持ってるからね、フォクシーチューン。フォクシーチューンさん、ちょっと持ってますんで、まあ、そんなには、困んない説ある。ちょっと待って、これマジでさ、投していただきたい。
あ、通りそう。あ、これは熱いぞ。これ激熱。それは。まあ、あと2ビルだけなんだけど、多分。じゃあ。あ、うららもなそうだね。G もない。まあ、さすがに。で、まあ、ちょっと次は俺の盾引いちゃったんで、これ、まあ、一応装備しまして、装備してからランク3しますね。ランク3が成立すれば、あのクソムーブ、激活ムーブできるんですよ。はい、あ、それ見せていきたいですね。で、月夜の盾の効果発動して、これデッキの一番下に戻していく。で、ミッシングエクセブリンボーカー効果発動。ヒロイクチャレンジャー、モーニングスター特殊効果発動。ヒロイク、コールを手札に加えていく。戦術のモンスターに対して、エーリング召喚。現れよ、聖騎士の追走、イゾルデ。で、イゾルデで持ってくるやつは、まあ、次のターンの初動とかになりますね、基本的には。はい。なんですけども、まあ、一応、あ、これ、あれだね、ゴッドフリックスギアフリードとか入れてもいいかもしれないね。はい。ちょっと入れて、入れるの忘れてたな。ゴッドフリックスギアフリードワンチャンある。あの装備カードが結構、墓地に溜まりやすいんで。で、イゾルデの、効果起動しまして、まあ、一旦3枚の装備カード墓地送って、で、ハレちゃん出していく。あ、これサイレントブーツ引いてるから、これあれ手助けでよかったな。で、ベルテアナコンダ出して、まあでも基本ムーブ見せられるからいいか、これで。で、ベルテアナコンダ出す。何も引いてなかった場合ね、手札に。手札にこれ何も引いてなかった場合は、こうして、で、迷わし通り効果発動する。これ自分の墓地からハレちゃんが出てくる。ほい。ほい。で、ハレちゃん効果で、まあ一応装備カードがサーチできる。まあこれは正直ね、ちょっと使えないから、今回は。まああんまり、関係ないんだけど。ほんで、アナコンダ効果。フィールドモンスターを闇属性に変える。で、そうすると、闇属性3体になるんで、急にラスティバルチ出していく。あまりにも急激な角度でバスターバルチ、ラスティバルチ出てきて、サイレントブーツここで出せるのか。サイレントブーツ出すか。はい。まあ、ただこいつちょっと邪魔だけどな、多分あんま関係ないな。もう1体モンスター出力できればマスカレンとか追加できるけど、もう1体モンスターは出なそうなんで、これが基本ムーブですよというね、まあ、動きをね、ちょっとこれだからサイレントブーツはいないようなと思ってください。はい。今は。ちょっとなんか出せるから出したけど、あんまり出す意味なかったな。今は。で、シェードブリガンダインの効果を起動しまして、まあ、とりあえず前に出します。で、てかさ、思ったけど、やっぱカラミティって唯一無二だね。カラミティってさ、超人武者とかから出すとさ、ほんと誘発とかなんかすげえ貫通して、なんかクソ適当に妥協点で出てくるからさ、マジやばかったんだけどさ。これやっぱ今回のは結構カラミティじゃなくてカリウカか。カリウカかなり狙いに行ってるから。そうなんだよね。それなんだよね。狙いに行って出してるから。なんかその誘発打たれたからしょうがない出すかで出してるカラミティとはわけが違うみたいな。話はあるんだけどね。まあ、ちょっとスドレナイちゃんの効果。まあ一応アナコンダ戻しとくか。まあラスキック覚醒とかはするのは後でいいから。こうして、で、一応アナコンダ戻しといて、で、剣のきらめきさん発動するとストレナーリリースしてデッキトップ戻るんですけど、リリースされたストレナーの効果が発動してオレイヤーが出てきて、これ闇属性 のランク7のエクシーズモンスターです。で、オレイヤーの効果をあとはもう分かるな、みんなあとはもう分かるな。まあ、ファントムナイツラウンチ見てるからみんな分かるな。もう闇属性のエクシーズ素材がないモンスターを1個ランクアップさせるっていうカードだぜ、ファントムナイツラウンチは。まあ、とりあえずこれでいいといいか。エンドフェーズ。さあ、かかってこいや、ボケー。かかってこいや、ボケー。ちょっと、遊戯王を終わらせます。今から。今から遊戯王を終わらせます。はい。ちょっと、ラバー語だけやめて。ラバー語だけ聞いてないから、マジやめて。ラバー語だけ本当に聞いてない。あ、サイバネットマイニングね。オッケー。サイバネットマイニング了承。あー、オッケーオッケーオッケー。これも止めちゃえばいいか。ランクアップ89、ファントムライスライズを発動。ランク7のモンスターをランクアップ、エクシーズチェンジ、現れろ。 DDD 創業カリウガ爆弾敵を、あ、このターンフィールドの効果は無効化されますよ。発動できないですし、よろしくお願いします。遊戯終わった。遊戯終わった。あ、遊戯終わった。はい、遊戯王簡単。コスモネオスな、もうちょい出しやすかったらいけんだけどな、ちょっとやっぱヒーロー、完全にヒーロー軸じゃないと出せないっすね。さすがにちょっと一回ゾウ発動していいですか。ゾウの円発動していいですか。あー、なるほど。あー、これは一回サイレントブーツかな。
ただあれだね、ベーグマックス引けてるのは結構でかいっすね。これ勇者ギミックから入れる可能性ありますね。ベーグマ引けてるときはマジでただの上振れ展開なんで、まあ、ちょっと一旦特殊化しましょうか。まあ、これで、正直ここになんか無限包容とか裏のとか言われても、まあランク3は一応まあワンチャンできるかなって。まあ2発2枚くらい打たれるとちょっときついけど、タケトン防具出すじゃないですか。あ、なんもなそうですね。ちょっと一回、月神ってか毎回引くんだけど、月神毎回引いてんの俺。で、まあ、一旦ここでケルビーニをしまして、で、レベル3のモンスターが2体でケルビーニ出していく。でケルビーニ効果で、まあ、一応ニビルとかなんかね、ケアできるならした方がいいんで、これ今回ニビルケアできるハンドなんですよね一応。こうしまして、で、まあ、打点を上げます。で、水使い効果発動する。アラメシア持ってくる。まあ、これ3枚使える時代結構強えなマジ。マスターデュエルはね、まだグリフォンライダー生きてるんで、グリフォンライダーも使えますしね。まあ、勇者を一番強く使うのはマスターデュエルの方がいいですよ。OCG じゃなくてね。OCG は一生グリフォンライダーが気になってるからね。ああ。これ次が5回目だから、これ召喚しちゃダメだ、これ。ニビル踏むわ。召喚するとニビル踏むんで、グリフォンライダーを直で、持ってきつつ、ジョールリパンクを捨てまして、で、グリフォンライダー一応出して、これでニビルケアね。はい、5回目。はい。で、効果発動。なさそうだな。まあ、一応ケアできるものはした方がいいと。下流側を絶対に通すためってことは、でもこれ相手のデッキトップのなんかそのまあ下流側止めてくる方あんまないと思うけど、まあそのスタンバイフェーズコズミックサイクロンみたいないいことされるとメインフェーズにしか打ってないから、ランクアップマジックは。まあそういうことが起きるんで、まあ一応それをケアできるという話で、メッセンガエクスセーブーインボーカーの効果を発動して、出して、はい、で効果発動して、まあ、結局なんかあれだね、ランク4をしないといけないんでね。今ランク4じゃなくてもいいんだけど、まあ、一応ランク7が出さないといけないんでね。モンスターとしてね。はい。で、イゾルで出して、で、イゾルで効果で次の初動を持ってきて、これマジでこれゴッドレックスギアフリード入れようかな。ちょっと、まぁ、ちょっと素引きあんま強くないからね、ちょっとあれなんだよね。まだ60枚だからいっか。素引きしたくないから多すぎてさ、今回の構築。もうちょっとすっきり、組めればよかったなと思ってるんだけど、ちょっと素引きしたくないからマジ多いんでね、今回。で、ケルビーに、まあ、ラスティーバルディッシュいけねえからな、これ。ラスティーバルディッシュいけねえから、これ、あれか。ベルテアナコンダするしかねえか。ベルテアナコンダ、闇属性に変える、で、変身させる。そうね、ケルビーに、ケルビーにリンク先、一応モンスター破壊されないみたいな効果あるから、まあ、それ一応、使っていくか。おお、いっぱいカード使えるな。迷わし通り効果発動する。で、ハレちゃん出す。で、ハレちゃん出てくる装備される効果起動して装備カードを装備。一応ですね、これなんか、その、ハレ、このムーブするとき、ハレがちょっと除外されちゃうんですよね。なんで、これ持ってくる装備はあんま強くなくて、強く使えなくて。なんで、ここちょっと考え物です。はい。デッキ構築は甘いかもしれませんが、許してください。で、闇属性に変えまして、闇属性2体で作りまして、ラスティバルディッシュさん出していく。はい。アナコンダさんと、ハレちゃん、闇属性。で、リンク召喚、ラスティバルディッシュ、リンク先こっち側に向けて、ラスティバルディッシュ、リンク召喚。さらに、ランク3せなあかんからな、1回。1回ランク3せなあかんから、ちょっと、これあれか。これ、わかったわ。これ持ってくるじゃないですか。はい。これ持ってきます。これ後ろ構えられんね。これ多分。で、サイレントブーツ効果起動したって言えもう。サイレントブーツ効果起動する。で、ぶち壊れ、速攻魔法持ってきて、はい。まあ、これ持ってきた段階で、あ、クソゲー起きるって、多分ね、クソテッカーの皆さんであれば、わかるかなと思うんですけどね。まあ、一回サイレントブーツ。で、フォックブレードセット。これでフォックブレードで一応、後ろの妨害も構えられてますよみたいな話ある。で、セットカードからのシェーブリ出す。これね、まあ、弱点を先に言っておきますと、このデッキの、まあ、ファントムラウン、ナイツラウンチの弱点だよね。メインフェーズにしか打ってないから、例えば、ドローフェーズとか、スタンバイフェーズとかで、こうファントムライズラウンチを処理されるか、メインフェーズ1開始時に、オレイヤーがどっか行っちゃうか、ラバゴとかね、怪獣とか、あとはコズミックサイクロンでファントムライズラウンチ抜かれるとか、
まあ、そういうのが一応一番の弱点かな。まあその他であれば大体大丈夫。はい、まあ、スタンバイフェーズでいきなりモンスターが出てくることはないと思うからね。一応ね、多分大丈夫だと思うんだけど。で、エクシス素材を加える。あ、これで一応破壊耐性もつきましたね。はい。で、オレイヤの効果使いまして、まあ、一応デッキトップに固定されちゃってるんで、剣のきらめきみたいなやつが。だこれめくって一番下に戻しておくというのが大事ですね。これ次のデッキトップ剣のきらめきなんてしゃあないんで。で、ドラッグバック一応装備しといて、はい。で、ファントムライツラウンチをセットしといて、まあ、これで、ドヤ顔エンドですね。相手のメインフェーズ入った瞬間に、バケモンを爆弾して遊戯王を終わらせます。はい、遊戯王終わった、遊戯王終わったゲーミング。デュエル3倍、盤面があんま強くなそうだもんな。次元の裂け目、なるほど、うざそれはいいか、別に裂け目貼られても耐性に影響はなそう。あー、プラネットパスファインダーか。クシャトリアっぽいな。ファントムライズランジ打っちゃっていいか。ファントムライズランジ発動。オレイヤのを体質調に取り、そのモンスターのランクを一つアップさせてもらうぞ。うわー、ラッキャップエクシエンチェンジ、あらあれ、お DDD 創業カリエが効果適用。あ、このターン パラネットパスファインダーの効果使えないんでよろしくお願いしますはい、リリースすらできないんでよろしくお願いします。俺セット、なるほど、なるほど、そんなクセルカードある、そんなクセルカードある。じゃあ無限効用はあんまり効かないんですよね、このデッキ。実は狩りゆがさん出るんで、あー、ちょ、それはうざいな、そう、うっとうしいな。まあケルビーにはしょうがないか。はい、了解。でもそんなくせに大丈夫、これエンドフェーズの狩りゆがの効果ご存じない、もしかして、もしかして狩りゆがの効果ご存じない。オーラしまーすドラコバック、はい、対戦ありがとうございました。まあ対戦が成立してたかどうかは怪しいけどな。あー、まあ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 、勇者ギミックあるからワンチャンあるか。オロフクもある、オロフクじゃない、オロから埋葬もある。今意外と手数は出そう。マジシャンズソウルズ、なるほど、マジシャンズソウルズ、なんだこれ、あれか、スネークアイ型か。スネークアイに結構なんかソウルズ入れる方なんか一瞬流行ってるとすぐいなかったよね。でもかがり火とか実装されてなんかもうそんなカードなくてもいけるかみたいなあったのかな。なんかチキンレースさ採用してさ、なんかそのめっちゃその表側のカード用意しながらスネークアイ動かすの結構強かったんだけどさ、トレードイン用途竹光、これ何このデッキ、やばい、わからん、なんだこのデッキは、一定前提何のデッキやねんこのデッキ、クソデッキの匂いすんな。あ、はい、俺竹光どうぞ。マジシャンズソウルスに俺竹光装備して、黄金色の竹光ドローする。で、ドロー加速が入ってしまった。やばい。やばいことが起きた。さあ、世界を終わらせる動きしてるぞ、これ。え、ホルズだと？何？何この竹光ホルズとかいう新しいジャンル。知らんジャンル来て、誰だよ、紋章樹レオ、誰？このカードが持ち込まれた場合、デッキから紋章樹レオ以外の紋章樹を手に入れる。強いね。普通に言ってること強いね。なるほど。王の棺。はあ、はあははあ、なるほどですね。で、王の棺の効果発動。まあ、あとはホルスをひたすらに送っていくスタイルか。愚かな重装いいだろう。愚かな重装？どういうことこれ。マジでわからん。何してんのこの人。ドゥアムテフと、イムシティは一応行きました。はい。で、ハーペが出てきました。ホルスいっぱい出てきます。全員集合だよ。はい。今深夜3時だよ、全員集合。深夜3時だよ、全員集合来た。誰だよマジ、ベルナーズ・バルコン誰。レベル5以上のモンスターのレベルを4にするは強いね。レベル4のモンスターが4体来るぞ、ユーマ。何これ、ダランベルシャンでも作んのこれ。ちょ待って、やばい、なんかやばい動きしてる。よくわからないけどやばい動きはしていることはわかる。え、レベル4のモンスター3体、やばい、なんだこれ、ターンスキップか。ちょ、やめろ、なんだこれ、やばいぞ。トレマヨースの効果、あ、違えわ、これ。あ、上に乗せられる。はいはいはい。ランク5になるやつね。ランク5になれる。はい。アーティファクトデュランダル。どういうこと？ちょ、わからんわからんわからん。
1時9000。はい、ありがとうございます。何ですかこれは。アーティファクトデュランダル効果。ああ、かく乱作戦ね。あ、そういうこと。え、やばくない、これ俺もしかして前半でされる。え、待って、あ、なんだその激キモコンボ、なんだその激キモコンボ。おい、ちょっと待って、ベイクマックス、ベイクマックス、ベイクマックス、ディスティーだろ。あ、ちょ、なんだよこの激キモコンボ、どういうこと。